皆さんこんにちは、常浜クラブです。大学生のコーチたちはみんなに毎日体を動かしたり遊びや運動を楽しんでほしい、そしてスポーツが好きに得意になってほしいと思っています。子どものうちにした方がいい運動や遊び、家でもできることを毎日月曜日から金曜日まで配信していきます。ぜひ一緒にやってみてください。月曜日はお家でできる基本的なトレーニングをお届けします。自分の体をうまくコントロールして速く走れる体を作りましょう。僕たちは足が速くなるトレーニングをするよ。ヨガや動物の動きもあるよ。一緒にやってみよう。火曜日はサッカーが上手になるための練習をするよ。みんなも続けてコーチたちみたいに上手にできるようになりましょう。水曜日はボールを使った運動です。投げたり取ったりゴールを決めたり、みんなも上手にできるようになるよ。やってみてね。僕たちはボールを使った遊びをするよ。木曜日は野球や卓球、テニスなど道具を使う運動のコツを教えるよ。みんなも上手に打ち返せるようになるかな。金曜日は子どものうちに鍛えておきたいコーディネーション能力を鍛える日です。自分の体を上手に使えるようになりましょう。こんにちは、私たちはコーディネーションチャレンジを担当しています。来週のチャレンジは、これは今文化能力を身につけています。動画の最後にじゃんけんをやるよ。今日は練習だよ。じゃんけんぽい。見てね。今見てもらったように月曜日から金曜日までテーマごとにいろいろな遊びや運動を配信します。 LINE の公式アカウントに友達追加をして毎日動画の URL を受け取ってください。友達追加は ID 検索か QR コードを読み取る形で追加できます。毎日体を動かすことを習慣化して運動能力を高めましょう。